ははい皆さんこんこにちは村長です今日は今回のキャンペーンで買ったネイティブインストゥルメンツのコンプリートに入っているコンタクトこのコンタクトに音源を追加する方法を改めてまとめたいと思います。村長ミュージジックスタジオ コンタクト用の音源には、NKS というタイプと、NKI というタイプの2通りの音源があります。NKS の方は、画面左に出したような、ネイティブアクセスという自動的なインストーラー、ここで管理をすることができます。この使い方については、また次回にすることにしまして、 これに対応してない NKI というタイプの音源の追加方法を解説したいと思います。今回は新しく買ったハーモニカ音源で解説をしたいと思います。購入したサイトからここにありますようにハーモニカ用の音源をダウンロードしました。これの中身、回答したものがこれになります。これを中身を見てみますと ドキュメンテーションというのと、ここにハーモニカ用のホルダーがあります。ドキュメンテーションは、各メーカーでホルダーの言い方など、そしてホルダーがない場合などもありますが、ここには、このインストール方法などを解説した、このようなマニュアルが付いています。実際必要なのは、こういうホルダーです。そして、 このホルダーをダウンロードしたホルダーではなくできれば外付けのハードディスクなどに専用の音源ホルダーを作ってやっておくと探すのに便利だと思います。僕の場合は K というドライブの中に niaddinst という名前でホルダーを作っています。 今は一つだけ入っていますがこのホルダーにこのようにしてドラッグするとこのホルダーにコピーできました次はこのコンタクトでの登録方法ですこの時はちょっと見にくいですが上にファイルズというのがあります それをクリックしますと、このようにフォルダーを選択したりするブラウザが出てきます。ここで、K ドライブを探します。はい、ここにありました。これを開くと、K ドライブのフォルダーが見えます。そこに、NiAddInst というのがあります。そして、ここで、このハーモニカ用の音源 これを選択します。はい、ここにピアノのマークのアイコンがあります。これをこのコンタクトのところにドラッグします。これで完成しました。ただしこのままでは毎回このようにして探さないといけませんので画面上の方に こののよよううに画面分割のようなアイコンがあります。そこの一番下のところに「クイックロード」という機能がありますのでここに登録しておくと次回から便利にこのハーモニカ音源を出すことができます。いつでも削除したり追加したり自由にできますのでこうやって管理をしてください。またフォルダーなどを分けて、 作ることもできます一度消します。そしてここで右クリックしますと Add new folder というのができますのでこれを選択します。リネームフォルダーを選択します。ここで自分の名前などを入れておくといいでしょう。一応ユーザーにしておきます。 そしてこのユーダーのホルダーに追加しますはいこのように追加できました次からは一旦これを消しますがこのようにドラッグすればできますしドラッグだけではなくてダブルクリックででも大丈夫です ただしダブルクリックでやる場合はこのようにチャンネル12というふうな形で2つ以上登録されてしまいますので音源が1つでいい場合はこのようにドラッグして重ねるのがいいでしょう。もう分かっている人には当たり前の NKI タイプのコンタクト音源の登録の方法を 簡単に解説ししてみました。案外分かりにくいですので特に初めてコンタクトを使う方には参考になっていただけると思います。村長でした。